ヒッピアスとは、プラトンの初期対話編の一つ。副題は、美について。紀元前427年頃、久しぶりに、アテナイを訪問したヒッピアスに、ソクラテスが出くわすところから話は始まる。ソクラテスがヒッピアスの才覚、活躍ぶりを称賛し、ヒッピアスがそれに応じるという人物紹介的な、導入部の後、ヒッピアスがラケダイモンで行い好評を博したという、 青年がこうとすべき、美しい仕事についての演説、講演の話を受け、美についての問答が開始される。ソクラテスは、ソプロニスコスノコという自分自身を儀した、架空の対話者を持ち出し、彼が自身を論爆してくるので、彼を説得できるようにヒッピアスの知恵を借りたいという、体で問答を進める。最終的に、 ヒッピアスはさまつ的な価値のない話題だとして、問答を遮り、それに対してソクラテスは自分たちはそのソフィストから見たら、つまらないものに取りつかれ、かかずらっているのだと、ソフィストと愛知者の対照性を際立たせつつ、話は終わる。イオンの場合と同じように、相手をうぬぼれた人物として描き、ソクラテスがそれを褒めたたえつつ、問答に持ち込んでいくという、エロネアの手法が、 典型的に描かれる。また本編は初期対話編に品質する論題に結論が出ず行き詰まったまま問答が終わる、いわゆるアポリア的対話編の一つでもある。ヒッピアスを題したもう一つの著作ヒッピアスと比べ倍近くの分量がある。それゆえに大と題されている。他にソフィストを扱った対話編としては初期のものではプロタゴラス、エウテュデモス、 ゴルギアスが後期のものではソピステスがある。久しぶりにアテナイを訪れたソフィストのヒッピアスにソクラテスが出会い美についての問答を交わす。必要な探求を繰り広げるソクラテスに対しヒッピアスはしびれを切らし、こんな言論の細切れには見切りをつけて弁論術を身につけるべきだと勧告、問答を止めてしまう。ソクラテスは皮肉まじりに我が身を嘆き、 話は終わる。原点には、章の区分はないが、寛用的には三十の章に分けられている。以下、それをもとに各章の概要を記す。久しぶりにアテナイを訪れたヒッピアスに、ソクラテスが出くわし、挨拶を交わす。ヒッピアスは、祖国ウェイリスの国家施設を委託され、様々な国に赴いて忙しかったのだという。特に、 ラケダイモンに一番多くの重大な要件で、赴いたという。ソクラテスは称賛する一方、七賢人である、ピッタコス、ピアス、タレス、あるいは哲学者、アナクサゴラスのような知恵で知られる人々が、国事に関わらなかったのはどうしてか疑問を提出。ヒッピアスは、彼らにはそれだけの知恵や力量がなかったのだと下げむ。ソクラテス、それでは、職人がそうであるように、 ヒッピアスも彼ら昔の賢人たちより、術地において進歩し、勝っているということか問う。ヒッピアス、肯定する。ソクラテスは、プロタゴラス、ゴルギアス、プロディコス等の名を挙げ、確かにソフィストたちは、国事、公共事を扱う面に関して、術地を進歩させ、アてないでも演説で好評を博し、大金を稼いでいることを指摘する。ヒッピアス、 自分が稼いだ金額もどれだけすごいか自慢する。ソクラテス、ヒッピアスがどこで一番稼いだか尋ね、ラケダイモンか聞くと、ラケダイモン人はビタ一文払わないと述べる。驚いたソクラテスはその事情を詮索する。ヒッピアスが言うには、その理由は、ラケダイモン人は法律を乱りに改変したり、習わしに反する教育をするのは、不祖伝来のしきたりではないから拒否するのだという。 ソクラテス、法は国家のために最大の善ものとして制定されるのであって、善、真実こそ法にかなっているのではないかと問う。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、ラケダイモン人たちは、真の法をヒッピアスから聞かず、真の法に反していると指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、ラケダイモン人たちは、そうした法律、 国事の話ではなく、一体何についての話を聞きたがるのか尋ねる。星、天体、幾何学、算術、修字、音階化等も、ヒッピアスはいずれも否定し、彼らは英雄、家計、国々の成り立ちといった昔話を聞きたがるのだという。ソクラテス、それでは彼らはおばあさんに接する子供と同じような態度でヒッピアスに接するのだと指摘。ヒッピアス、 肯定する。ヒッピアス、さらに最近、ホメロスのイーリアス、オデュッセイアに題材を取った、青年が豪とすべき美しい報酬にかなった数々の営みについての話をし、彼らの好評を得たと述べ、ここアテナイでも明後日、エウディコスにも頼まれ、ペイドストラトスの講義場でそうした話を披露する、つもりである胸を述べ、ソクラテスもそこに招待する。ソクラテス、 その話を聞いて、ごく最近、自分が美、衆についての話をしていたら、ある男に美とは何なのかを追求され、行き詰まってしまったことを思い出したと述べる。彼に対する剣道従来を期して、ヒッピアスの知恵を拝借したいというソクラテスに対し、ヒッピアスは快諾する。ソクラテスはその男との次の議論に備えて、 自分がその男の役割を演じてヒッピアスの言説に公弁する真似をするがいいか尋ね、ヒッピアスは許諾する。美についての問答ソクラテス、改めて美とは何なのか問う。ヒッピアス、それは何が美しいかの具体例を尋ねているのか確認する。ソクラテス、何が美しいかではなく美とは何かを尋ねているのだと述べる。ヒッピアス、とりあえず、 美しい乙女こそ美だと述べる。ソクラテス、それでは、新託で言われているような、美しい品馬や、美しい建物などは、美ではないのか尋ねる。ヒッピアス、美であると認める。ソクラテス、美しい土鍋はどうか尋ねる。ヒッピアス、美しい土鍋も、美ではあるが、美しい乙女、美しい品馬等よりは劣ると述べる。ソクラテス、では、美しい乙女も、 美しい神々と比べると劣るのではないかと指摘。ヒッピアス、認める。ソクラテス、こちらはあらゆる美しいものを美たら占めているところの美そのものを尋ねているのに、ヒッピアスは、そのような美にも衆にもなる相対的なものを、そうであると答えるのかと責める。ヒッピアス、それによって飾られることで対象を美しくするもの、としての美を尋ねているのならば、その美とは、 黄金であると答える。ソクラテス、それでは、パルテノン神殿のアテナ像に黄金を使わず、造形を用いた彫刻家ペーディアスは、美を知らない下手な交渉だというのか尋ねる。ヒッピアス、否定し、造形も美しいと述べる。ソクラテス、それでは、ペーディアスが、そのアテナ像の目を、造形ではなく、石にしたことについても指摘すると、ヒッピアスは、石もそれが、 ふさわしい場合には、美であると応じる。ソクラテス、それでは、黄金、象下等は、それが、ふさわしい場合にはものを美しくするが、ふさわしくない場合には醜くするのか問う。ヒッピアス、認める。ソクラテス、それでは、土鍋で豆のスープを作った場合、その土鍋にふさわしいのは、黄金の尺しか、一軸の木製尺しかを問う。ソクラテス、 一軸の尺子は、スープの香りを引き立てるが、黄金の尺子は、土鍋を壊し、スープをこぼし、火をかき消し、ご馳走を台無しにしてしまうので、この場合は、一軸の尺子の方がふさわしいと言えるのではないかと、指摘。ヒッピアス、認める。ソクラテス、それではこの場合、一軸性の方が、黄金性よりも美しいと言えるのではないかと指摘。ヒッピアス、認める。 ヒッピアス、君が聞きたい、美とは、いかなる場合にも、いかなる人にも、決して醜く見えることがないものなのかと言う。ソクラテス、やっと理解してくれたと答える。ヒッピアス、では、その美とは、裕福で、健康で、ギリシア人に尊敬され、老齢まで生き、自分の両親を立派に弔い、自分の子供たちによって、立派に埋葬されることだと答える。ソクラテス、 そうした答えでは、かの男に嘲笑され、一撃食らわされるだろうと述べる。ヒッピアス、どういうことか尋ねる。ソクラテス、上記の答えは、常に普遍的な美である以上は、これからもずっと美であり続け、これまでもずっと美であり続けてきたものなのか問う。ヒッピアス、肯定する。ソクラテスでは、アキレウスや、その他の神々にとってもそうであったのか問う。 神聖への冒涜だと生き通るヒッピアス。ソクラテス、しかし、あらゆるものにとって美であるからには、ヘラクレス等神々もその中に含まれるのではないかと問う。ヒッピアス、自分が述べたのはあくまでも人間にとっての話であって、神々についてはその限りではないと述べる。ソクラテス、それでは今回もあらゆるものにとっての美ではないし、先の乙女や、 土鍋の話と同じになると指摘。ソクラテス、それでは切り口を変えて、さきの黄金の話以来出てきている、ふさわしいものの本性を通して美を調べてみたらどうかと提案。ヒッピアス、受け入れる。ソクラテス、ではこの場合のふさわしいものとは、それが備わる対象を美しく見せるものなのか、美しくあらしめるものなのか問う。ヒッピアス、 美しく見せるものだと答える。ちょうど似合う着物や靴を身につけた人が、より美しく見えるように。ソクラテス、しかし、それでは対象を相対的に美しく見えさせるだけで、あって、その対象自体が美しくなっているわけではないのだから、やはり後者の、美しくあらしめるものこそを考察せねばならないと指摘。ヒッピアス、しかし、ふさわしいものが備われば、美しくあらしめもするし、 美しく見せもするのだから、区別する必要はないのではないかと指摘。ソクラテス、美しくあるものが、美しく見えないことは決してないのか問う。ヒッピアス、ないと答える。ソクラテス、それでは、美しくあるものは、常に、法、州やあらゆる営みにおいても、またあらゆる人々においても、美しく見えるものなのか、それとも逆に、人々はそれに無知であり、個人間でも、 集団間でも対立があるのか問う。ヒッピアス、どちらかといえば後者だと答える。ソクラテス、それでは、先の意見と矛盾すると指摘。ヒッピアス、あくまでも、美しく見えるという立場に固執し、一人で、しばらく考察してみれば、正確にそれを言ってあげられるのにと悔しがる。ソクラテス、それではさらに切り口を変えて、有用である限りのものとして、 美を調べてみたらどうかと提案。目においても、体全体においても、走ることにしても、相撲にしても、すべての動物にしても、すべての調度品にしても、すべての乗り物、すべての器具、すべての営みにおいても、我々はそれを美しいと呼ぼし、逆に無用なものを見に来いと呼ぶのではないかと。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、有能は美、無能は、 州ということでいいかと問う。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは何にも、まして、知恵は、美、無知は、州ということになるか問う。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、果たして人は、自分が知りもしないし、その能力がないことを何かすることができるか問う。ヒッピアス、否定する。ソクラテス、しかし、心ならずも、 過ちを犯し、悪事を働く人たちはいるし、人々は皆、子供の頃から良いことよりも、はるかに悪いことを多く行い、過ちを犯すのであり、そういった悪事をしでかしてしまう能力や、それに役立つという意味での、有用なものは、美と呼べるのか問う。ヒッピアス、否定する。ソクラテス、それでは、先ほどの定義は誤っていたと指摘。ヒッピアス、自分がここで、 美と言っているのは、良いことをする能力や、そのことにかけての有用なものであると答える。ソクラテス、それでは、美は、有益なものとも言えるし、善気者を作り出すという点では、善の原因とも言えると指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、美は善ではないし、善は、美でないということになると指摘、受け入れられるか問う。ヒッピアス、受け入れられないと答える。 ソクラテス、それでは、美とは、我々を喜ばせるもの、聴覚、視覚を通じての回であるという定義はどうか問う。美しい人間、刺繍、絵画、彫刻、音声、音楽、原説、物語がそうであるように。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それでは、美しい営みや法は、聴覚、視覚を通じての回と言えるのか問う。ヒッピアス、否定する。 ソクラテス、美しい営みや法についてはとりあえず置いておいて話を続ける。さらに、聴覚、視覚以外の感覚の解、例えば飲食や性の解についても置いておくとする。ソクラテス、聴覚、視覚を通じての解における、聴覚を通じての解と視覚を通じての解の関係について、それぞれ個別に解であり、両者を合わせても美であるということでいいか問う。 ヒッピアス、同意する。ソクラテス、では、一方が回で、もう一方が回でない場合でも、両者を合わせる飛びになるということでいいか問う。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、それではそこには、聴覚、視覚それぞれ個別に備わりながら、両者に共通して、それらを美しく荒らしめている、何か同一のものがあるのだと指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、では、 両方の場合には、ある正常を持っているが、それぞれ個別にはそうした正常を持っていないということがあるか問う。ヒッピアス、否定する。ソクラテス、自分は何か、そのようなものが見えていると述べる。ヒッピアス、例えば自分やソクラテスが個別に持っていない正常を、両人としては持ち合わせているとでもいう無意味なことを言うのかと批判する。ヒッピアス、 両人が正しいなら、各人としても正しいし、各人が不正なら、両人としても不正であり、両人が健康なら、各人も健康であり、各人が患っているならば、両人としてもそうであり、両人が黄金、銀、象毛、後期の生まれ、賢い、名誉、老齢、弱年、そうした正常を持っていたとすれば、各人としてもそうだと述べる。さらにヒッピアス ソクラテスら問答を習わしとする者たちは全体をよく見ないで一つ一つのものを全体から抜き取って細かく切り分けて検証するものだから本来大きくて連続したものである全体に気づかないのだと批判。ソクラテス、ヒッピアスの言う通り存在を連続性をもって規定するならば我々両人が二人ならば各人としても二人であり各人が一人ならば 両人としても一人でなくてはならなくなると指摘。そして、自分たちは、各人では一人であり、奇数だが、両人合わされば二人であり、偶数になると指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、従って、両人がそれであれば、各人もそれであり、各人がそれであるならば、両人としてもそうであるということに絶対的な必然性はないと指摘。ヒッピアス、 確かにその種のことについてはそうだが、先ほど話していたこととは別物だと述べる。ソクラテス、聴覚を通じての解と視覚を通じての解が、個別としても、両方としても、美であるとするならば、それらを、美荒らしめているものも、それら個別にも両方にも共通して、随伴しているのではないかと問う。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、では、その、 美荒らしめているものが個別にも両方にも共通して随伴しているのであれば、先に述べたような聴覚、視覚以外の感覚の解にもそれは共通して随伴していることになるのではないかと指摘。そして、実際にはそうは言われず、聴覚、視覚に限定されており、すべての解ではなく、聴覚、視覚を通じての解こそが美であると定義されていると指摘。ヒッピアス、同意。 ソクラテスということは、美荒らしめているものは、個別にも両方にも共通して随伴しているのではなく、個別に随伴しているものと、両方に随伴しているものは別物であり、また、聴覚、視覚以外の感覚を排除している以上、美荒らしめているものは、個別にではなく、両方の側に随伴していることになるのではないかと指摘。ヒッピアス、認める。ソクラテスでは、両方は、 美しいが、個別は、美しくないということでいいか問う。ヒッピアス、承認する。ソクラテス、しかし先に、ヒッピアスが述べたように、個別にも両方にも備わっている正常もあり、自分がその後に述べたように、そうでないものもある。果たして、美はどちらであるか問う。ソクラテスは、実のところ、後者が美であることは理屈に合わないと思うと述べる。ヒッピアス、 ソクラテスの立場に同意する。ソクラテス、それでは、美と、聴覚、視覚を通じての会は別物であり、聴覚、視覚を通じての会という定義は、誤りだったということになると指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、次に、自分たちが、美を、聴覚、視覚の会に限定してしまった理由を考察。それは、回のうちで最も無害で優れたものだからではないかと。 指摘。ヒッピアス、同意。ソクラテス、それでは、美とは、有益な会ということになるのではないかと指摘。ヒッピアス、同意する。ソクラテス、しかし、有益なものに関しては、先の議論において知りけられていると指摘。ヒッピアス、さすがに痺れを切らせ、こうした、細かく切り裂かれた言論のそぎくずに固執するよりは、そういった方が美しく、 大きな価値もあるのであり、それによって、法廷や政務審議会や、その他公共機関で申し分なく立派に弁論を駆使し、聞き手を解き伏せ、己や友の身の安全や財産という、勝利者への褒美のうちでも、最大のものを立ち去ることができるのだから、こうした言論の細切れには見切りをつけて、そうしたことに集中すべきだと批判する。ソクラテス、自分はどうやら不幸な運命に取り憑かれているようであり、 行き詰まりに陥るのは、いつものこと。それを、あなた方ソフィストに匹敵すれば散々に踏みにじられ、それでも、そんなバカバカしくてちっぽけで何の値打ちもないことにもっぱらかかずらっていると述べる。さらに、あなた方に説得され、弁論を駆使してことをなすことが優れたことだと、異様ものなら、この地の人々、特に、 自分と同じ家に住んでいるかの男が美が何であるか知りもしないと明白に証明されながら美しいもろもろの営みなどについておこがましくも話そうとするのを恥ずかしく思わないのか肝心の美を知らないのに人が言論なり何らかの行為なりを美しく営んでいるか田舎をどうして知るのかそんな低たらくでも死ぬより生きている方がましだと思うのかと尋ねてくると述べるソクラテス こうして自分は、一方ではあなたが他から責められ、他方ではかの男から仕打ちを受けると嘆く。そして、しかしこうしたことの一切を耐え忍ぶのは必要であり、両者のどちらと交わってもためになったという。というのも、おかげで、美しいことは、難しいということわざの文句の意味がわかるような気がするからと。本編では、美という概念の明確化をめぐって、 巧妙なソフィストであるヒッピアスを相手に、ソクラテスによる必要な追求、問答が繰り広げられる。作中、美の定義として、等が提示されるが、ソクラテスの必要な追求によって、ことごとく提示された、諸定義の欠陥があらわにされ、堂々巡り行き詰まりに陥ってしまう。ありがとうございます。